ジェラルド・アルブライトは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身のジャズ、フュージョンを中心に活動している、サックス奏者。アメリカ西海岸を代表する、サックス奏者の一人。メインはサックスだが、他に、キーボードやベース、プログラミングも用い、自身のバックコーラスを取り入れていることもある。初期の頃はピアノを演奏していたが、ピアノの先生からサックスを譲り受けたことをきっかけに、 サックスの方へシフトしていく。大学時代はビジネスを専攻し、音楽を副専攻とした。ルイス・ジョンソンのコンサートに感銘を受け、ベースギターを手にしてもいる。卒業し、パトリースら支ンのグループに加わる。彼女のヒット曲、フォーゲットメノットのバックでサックスを演奏している。ツアー中メンバーのベーシストが離れたため、彼はベースギターとサックスの両方を演奏していた。 セッションしたミュージシャンは数多く、フィル・コリンズをはじめ、クイン・シー・ジョーンズや、アニタ・ベイカー、オリビア・ニュートン・ジョーン、テンプテーションズ、モーリス・ホワイト、ホイット・ニー・ヒューストン等である。ウィル・ダウニング、ジョナサン・バトラー、ヒューマ・セケラ、チャカ・カーンのようなコンテンポラリー・ジャズのアーティストとも共演し、なお確実に上げていく。なお、ダウニングとは、旧知の中であり、彼との共作アルバム、 プレジャーズ・オブ・ザ・ナイトも発表している。また、変わったところでは1997年に、コナミから発売された、プレイステーションのゲームソフト、悪魔城ドラキュラ X 月下の野草曲のエンディングテーマ、IAM The Wind でもサックスを演奏している。ソロ活動としては、1987年に、アトランティックレコードより、Just Between Us をリリースし、アルバムデビュー。 セッションミュージシャンとして活動していく中、コンスタントにアルバムを発表していく。アルブライトは TV スターとしても活躍し、ビル・クリントン元大統領の就任式時に演奏したハえある10人のサックス奏者の一人にも選ばれた。その後、GRP レコードに移籍。グルーボロジー、キック・イン・イット・アップという2枚のアルバムを残す。2005年にリッピントンズのリーダーで、ギタリスト、 ラス・フリーマンが主催するピークレコードに移籍し、アルバムニュービギニングスを発表。2008年発表のアルバムサックス・フォー・スタックスは、スタックスレコードへのトリビュートアルバムとなる。2010年にはヘッズ・アップ・インターナショナルに移籍、アルバムプッシング・ザ・インボロープを発表した。2012年にはギタリストのノーマン・ブラウンとの共作アルバム24-7を発表。 ありがとうございます。